イタントーくん、今日はね、2月5日今日はイタントーくんの誕生日ちょっとね、おめかししました。こっち見て、はい、こっち見て今日おめかししました。でさ、ちょっとイタの髪やりすぎたかもしれないけど、めっちゃ可愛くしました。トークもね、セットしたもんね。ちょっとかっこよくしたもんね。でさ、ちょっとさ、イタトーくん自由なんだけどさ、おめかししたじゃん。これからどこ行くのか、ママまだ教えてないんだよ。誕生日ケーキ買う。誕生日ケーキ買いに行く？うん、それでもいいんだけどさ、ママたちね、ちょっとね、イタトーくんにこれ聞きたいな。イタンさ、好きな食べ物何？スイカとイチゴとバナナ。スイカとイチゴとバナナ。トーくん好きな食べ物何？いっぱい。じゃあ好きな果物は何？いっぱい。何個か言って。好きなタッチしたいってママ。10、うん、言ってじゃあ10個。何か言って。ブドウとバナナと、バナナ、バナナ、バナナとキツ、あとはレモンと、あとはメロンと、いちごと、あとはパイナップルと、あと何？ブルーベリー。ブルーベリー。じゃあそれでいいや。もう全部フルーツだったけど。今から聞いて。二人の好きないちごがたくさんあるところに行きます。いやいや。なんかね、いちごのお料理がいっぱいあんの。ね。だからアンディもイチゴ食べたいって。いっぱいイチゴ食べに行く。アンディもイチゴ食べたい。じゃあ行きましょう。イチゴ食べたい。ウッディね、ウッディ。ウッディもイチゴ食べたいって。はい、じゃあイチゴ食べに行きましょう。イエーイ。イエーイ。それでは行きましょう。レストランに着きました。撮影許可もいただいています。イタトーくんが大好きなものがね、たくさんあるので、もうめっちゃ、何食べる？お腹空いてんだよね。もう朝あんま食べてないから、お腹空かせてきました。なんかね、いちごのエビマヨとかあった気がする。なんかめっちゃ気になるので、じゃあ取りに行こうか。お料理取りに行きます。ガオガオ。ぐちゃぐちゃ。手袋するんだよ。これ子供用だね。ね、見て、麻婆豆腐にイチゴ入ってたけど。すごいんだけど、麻婆豆腐にイチゴ入ったんだけど、これは絶対食べたい。ね、イチゴいっぱいでしょ。ほら、どう？出ました、いちごのエビマヨ。気になってたやつ。これは食べなきゃ。よく何食べる？ちょっと見えないんだよね。見たらよく見えないんだよな。ねえ。あ、ねえねえねえ、こっち見て。ほら、なんだこれ。あ、これ見える？おー、やったじゃん。何これ？アイスだね。あ、コーンスープある。コーンスープ。あら、イータンとかここがいいじゃん。ねえ、ほら、ウインナーとハンバーグとカレーとさ、美味しそう。じゃじゃーんってしてくれる。いいねー。あ、ケーキあった？あったね。じゃあ、後で食べてくれ。ほら。全部一緒。
シゴだ。みんな食べる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 。全部食べれるよ。いいじゃん。唐揚げは？ポテトは？食べる？食べる。食べる。あれ？スプーンがないね。一応しよっか。もう普段してないんだけど。そうなんだ。そう、なんかあった時に嫌だもんね。せっかくのお洋服なので、今日は採用します。一応ね。大丈夫だと思うけど。もう食べてるよ。綺麗なお洋服だから。上手くない？なんでそんな上手っていい？美味しいね、美味しいね。保育園でいっぱいみんなと友達できた。うん、よかったね。保育園今日休みだった。そうだね、今日休みだね。まだいちごらしいものが来ていないんですが、モデルにさせていただきます。さくん、どう？おいしい？あれ、もうペロッと食べてんじゃん。まだみんな食べてない。おいしい？私のは。いただきます。いただきます。いただきます。ねえねえ、これすごくない？いちごのドレッシングかかってたんだけど。とりあえず。いちご食べ尽くすっていう感じだね。いただきます。いちごやん。あ、でも美味しい、美味しい、美味しい。甘い。熱くない？高い？熱い？いちごのエビマヨ。いただきます。いちごの酸味があるだけで美味しいです。ね、この方が飲みやすい。ママ一番好きなのはバターだよ。ママバター？バター好きなの？トウ君？全部。いいね。いいじゃん、好き嫌いなくてね。エビ食べられる。これピラフだよ。エビ入ってる。あったもんね。麻婆豆腐は辛いかな。もうちょっとでこの後は食べられる。あとは辛いやつ。辛いやつ？うん。あ、タコさん。いや、ダメだ。おいしい。はい、デザートが来ました。すごい、もういちご尽くしです。どれから食べるの？一旦どれがいいの？あ、もうフレッシュないちご食べるの？これが食べ放題なんてすごい。お腹いっぱい食べたいと思います。2人にも喜んでもらえてると思います。
声はつけないように頑張ろうね。待って、本物のいちごあるんだけど。その喋り方になる。食べたの？あっという間に食べちゃった。そう、綺麗に食べた。綺麗にどうですか？うん。と言えたとこお誕生日なんだ。今日ケーキ食べていいよ。食べ放題。揚げたての天ぷらなんですけど、見てこれ。いちごの天ぷらなんて。いちごの天ぷらです。生まれて初めて見ました。いちご塩につけて食べてっていう風に教えてもらったので、いただきます。あっかかい。ふわふわふわ。あ、すごい。いちご、おいしい。あっこ、あっこい。カフェインレスですか。やっていいの。やっていいよ。やっていいよ。二人ともお腹いっぱいまで食べてくれました。四歳拍手しよう。撮ってる？撮ってなかったら笑っちゃうけど。いいな。何がいいんだ？何がいいんだ？なんか本当はテーマパークとか旅行とか連れてってあげたかったんだけど、私が無理したくなかったので、その近場のビュッフェだったんですけど、こんなに喜んでもらえると思わなくて、とても充実した誕生日になったのかなと思います。来年とかはさ、まあ、1歳になるぐらいだからね、行ってくるといいな。そっかね。こんな感じですね。ちょっとじゃあお散歩しよっか。あ、ウソでしょ。ちょっとなんでここ来たの？はい。ふわふわの髪に慣れてない。公園。あ、いかんよ。ハッピーバーデー。チューおしまい。